はい、ガッチャンです。バーンを昨日の、夕方から、試します。バーン飲んでみて、まあ、お水いつも通り大量に飲んでたんです。で、まあ、昨日までね XM3 を飲んでたので、そんなに、引き継いでものすごく、ふわふわ感を感じてるとか、空腹感を感じるとかあんまりなかったです。ただ夜になってからちょっとね、私がお世話になっているところの姉さんがお腹減ったって言うもんだから、1時ぐらいご飯作っちゃいました。日本時間で1時間ぐらいですね、作ったんですけどね、作ってできたよって言ったところ本人寝てるんですからねしょうがなく熱々の、いただいたばっかり の鮭のおかゆをね、私一人でちょっと食べて、ちょっとって言っても普通の人のちょっとじゃないですね。私、何もない時3合4合5合ぐらい、普通に食べちゃいます。まあ、1回じゃないですけどね。まあ、そこで、バーンとか XM3 を飲むようになって1週間、もうすぐ10日ですね、食べる量は格段に減ってます。はい、だいたい1日1合ぐらいか1合か2合ぐらいですかね。まあ、それでも米が多いんですけど、はい。で、彼からの指示は、バーンを夕方飲んで、バーンだけだと空腹感を感じるかもしれないから、その空腹感をどんな感じか体験してレポートしてくれってことだったので、まあ、今日からは、バーンだけで、2日3日体験してみたいと思います。まあ、お腹減ってイライラするような顔をしてたら皆さん近寄らないようにしてください。ガッチャンでした。